Peggy 18。源田法律事務所です。ええ、柳見は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。はっ、当たり前だろ。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かに人生、お前のおこぼれが回ってきそうだ。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪でもそんな。え、どうしても親神を。なんだよ、やってられた。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。大久保新平って、八神が無罪にしたあの殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。大久保くんがエミちゃんを。そんな、なんでだよ。犯人の身柄を確保。どいて、建物から離れて。離れなさい。あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。あの事件、君は本当に無実だったか。俺は何もやってないって。何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。主文、被告人羽村恭平は無罪。タモ。
俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。黙るわけにはいかねえんだよ。